ツールーン朝は、イスラーム期エジプトとビラードアイコールシャームにおける、初の独立王朝。868年から905年まで独立を維持、したが、イスラームの中央政権であるアッバース朝のカリフ政府によって打ち破られ、支配地は回収された。九世紀後半、アッバース朝の内乱は、帝国の終焉地域の支配を主観させ、六十八年に、 フルク人の将軍アフマド文トゥールーンが自身の独立政権をエジプトに確立した。ついで彼はアッパース朝中央政府から名分上も自治を認められた。彼の治世中とその後継者たちの治世の間にトゥールーン朝の勢力はヨルダン地交代、さらにヒジャーズ、キュプロス島、クレタ島に広がった。アフマドの地位は息子のフマーラワイフに継承された。 彼は、中東における軍事的、外交的なキーパーソンとして踊り出た。アッパース長は、トゥールン長が合法的な統治者であることを、承認したが、同時に、アッパース長の総主権下にあるという形式を認めた。フマーラワイフ以降のアミールたちは無力であり、中央アジア系及び、黒人奴隷の兵士が国政を左右することを許した。905年には、 トゥールーン朝はアッパース朝に抵抗することはできなくなっており、エジプトとシリアの対するカリフの直接支配が回復された。トゥールーン朝時代は経済的、また行政的、文化的な再編の時代であった。アフマドブントゥールーンは税制を変更し、商人のコミュニティと足並みを揃えた。彼はまたトゥールーン朝の軍隊を確立した。首都は、フスタートから、 アルカタアイへと移された。アルカタアイにはイブントゥルンモスクが建設された。9世紀及び10世紀のアッバース朝の断片化を示した地図。トゥールン朝の没効と滅亡はイスラーム世界における地域主義の強まりを背景として起きた出来事であった。アッバース朝は政治的混乱と普遍的な宗教上の正当性の喪失に苦しんでいた。一時的。 地域的な範囲を超えたものにはならなかったが、すでにコプト派キリスト教徒とアリー・イブン・アビー・ターリブの信奉者たちによる運動がエジプトでは起きていた。また、中央アジア系の軍司令官とバグダードによる統治の間にも闘争があった。さらに、帝国の金融危機が拡大していた。これらの問題はすべてトゥールーン朝の支配の間にも繰り返された。アッパース朝は、 不安定になっており、メッカに追放されていたアブーアフマドアルムワフファクを870年に、イラク南部に対するアッバース朝の支配権を回復するために召喚した。しかし、すぐさま彼がアッバース朝の事実上の支配者となった。この混乱の結果として、アフマドブントゥールーンは、自らの支配権を確立し拡大することに成功し、トゥールーン朝を成立させた。 この政権は、アッパース朝の中央政府の意思によってほとんど妨げられることなく、地域的な支配権を振るうことができた。このようなトゥルーン朝の支配は、アグラ部長やターヒル朝のような旧世紀のイスラーム世界の象徴と比較することができる。アフマドブントゥルーンは、はじめ、バグダードで組織されたほとんど中央アジアのトゥルク人からなる警備兵の一員であった。 彼の父トゥールーンはイランで権力を持っていたサーマーン家からカリフへの貢ぎ物として送られた奴隷軍人であった。なお、ここで言う、トゥルクは言語系統の分類による現代の学術用語であるトゥルク人を指すものではない。当時のアラビア語文書においてトゥルクという言葉は使用言語に関わらず中央アジア的な諸部族民を指して使用されていたと見られる。後に、 彼らは、アルムーによって、サマッラーが御所として整備されると、そこに落ち着いた。868-254年、アフマド・ブントゥルーヌは、カリフ、アルムーの代理人である、バーヤク・バークによって、総督として、エジプトに派遣された。アフマド・ブントゥルーヌは、独立したエジプト軍を組織し、エジプトとシリアの財政管理を引き継いだことで、速やかに金融、軍事における。 エジプト州における存在感を確立した。877年、蜜着物が不十分であったことから、アッパース町の軍隊がアフマド・ブントゥルーン討伐に派遣された。彼はしかし、権力を維持し、その後シリアを奪取した。彼は10年以上にわたる知性を経て、よく訓練された。軍隊、堅牢な経済、国務を監督する経験豊かな官僚を残し、 後継者に息子のフマーラワイフを指名した。完全な自治権の下税収をバグダードのカリフに送り届ける必要がもはやなくなり、それを考外事業や海軍の建設に使用することが可能となった。これらは地域経済と貿易を大いに潤した。七十八年、ヨルダン地方隊がトゥールーン町の占領下に入った。トゥールーン町の支配は、 北はアンチレバノン山脈のビザンツ帝国との国境の全省地帯まで広がり、これによってエジプトをアッパース朝の攻撃から防御することが可能となった。893年、フマーラワイフ統治下のトゥールーン朝の支配地、アフマドブントゥールーンの死後、フマーラワイフ分アフマドブントゥールーンが正当な後継者として支配権を握った。彼が直面した最初の試練は、 カリフ、アルム治世中の事実上のアッパース朝の支配者であったアルムワフファクが派遣したシリア、侵攻軍の到来であった。フマーラワイフは、また、父の長年の名友であったアフマドブン・ムハンマドアルは、シティの離反と敵軍や英知への逃亡という事態にも対応しなければならなかった。トゥールーン町の若き支配者、フマーラワイフは、政治的、軍事的に成功し、 890年までにその権威を、エジプトから北部、イラクまで、さらに遠く北はタルソスまで及ぼすことに成功した。中東の政界の重要人物となった、彼は、アッパース朝と二つの条約について交渉した。一つ目の条約は886年のもので、アルムワフファクがエジプトとシリアにおける、トゥールーン朝の支配を30年間認めるというもので、ある。 二つの目の条約は、892年にアルムーに接触し、一つ目の条約の合意の内容を確認したものである。両方の条約はまた、トゥールーン朝の大主がバグダードにザスカリフ一族の進化であることを確認することを希求していた。その成功にもかかわらず、フマーラワイフの知性はまた王朝の終焉の舞台を整えた。財政の逼迫、政治紛争。 そして、アッパース長の動向のすべてが、トゥールーン長の滅亡の原因となったであろう。フマーラワイフは、また中央アジア系やサハライナンの兵士たちに完全に依存していた。彼の知性において、トゥールーン長のの財政と軍事は、不安定化した。トゥールーン朝後期のアミールたちはすべて、中央アジア系と黒人の兵士たちに頼って、国事を行う無力な統治者であった。 フマーラワイフの息子、アブー・アサー・キリは、権力の座を得てから間もなく、トゥールーン朝の軍隊によって896年に廃位され、兄弟のハールーン分フマーラワイフが後を継いだ。彼は8年間在位したが傾いた王朝を立て直すことはできず、アッパース朝の軍隊がシリアを脱回し、エジプトに迫る中、904年に暗殺された。 ムハンマドブンスライマーンアルイコールカーティブ指揮下のアッパース長の軍勢は、それを支援するタルソスのダミアノス指揮下の前線軍から派遣された海軍の支援を受けて進行した。ハールーンの後継者となった彼のおじのシャイバーンブンアフマドブントゥールーンは抵抗することができず、シャイバーンの知性とともにトゥールーン長は終焉を迎えた。イブントゥールーンモスクのミナレット。 現存する最大のトゥールーン朝時代の建造物。アフマド・ブントゥルーンは、自身のための首都として、元の首都フスタートの北にあるカタアイを建設し、政府を置いた。この町の最大の目玉、かつ今日でも残されている特徴のの一つが、イブントゥルーンモスクであった。このモスクは、サマラー様式で建てられた。この様式は、アッパース朝のカリフがバグダードからサマラーに、 主を移したた時代に一般的なものであったこの様式は宗教的建造物に限られたものではなく世俗的建造物でも用いられた。現存するトゥールーン朝時代の家屋はサマラー様式のストッコのパネルを保持している。フマーラワイフの知性は父の時代を上回る多額の出費がなされた。彼は豪勢な宮殿と庭園を自身と長身たちの ために建設した。トゥールン朝のエジプト人たちにとって、彼の素晴らしい青い目の獅子の宮殿は、その浪費を示すものであった。フマーラワイフの旧車は巨大であったため、姿勢で人気を集めた伝承によれば、彼は一度乗った馬には二度と乗らなかった。彼は王朝の富を使い果たしたが、同時に学問と死のパトロンとなり豊かな文化的生活を奨励した。 彼の触覚で、その息子の教師を務めた、文法学者が、ムハンマドブム・アブドゥルラーフブン・ムハンマド・ムスリムである。また、カーシム、ブン・ヤフ・ヤー・アルマルによって、フマーラ・ワイフの戦場における勝利を称える惨事が、書き上げられた。最も近しい助言者、ある風船・イブン・ジェイ、アス・アル・ジェイ、アワ・ーレイによる仲介を通じて、フマーラ・ワイフは中世イスラーム史上最も重大な、 政略結婚の一つを成し遂げた。彼は自身の娘とバグダードのカリフ一族との結婚を提案した。このトゥルーン朝の皇女カトル・アルナダーとアッバース朝のカリフ・アルムーの結婚は892年に実現した。この驚くべき結婚には40万円から100万、ディナールと見積もられる持参金が伴っていた。 この豪壮な結婚式は、トゥールーン朝を崩壊させようとするアッバース朝の計略であったと考える人もいる。カトル・アルナダーの華やかな結婚の物語は、エジプトの人々の記憶の中で、オスマン帝国時代まで生き続け、年代記や民衆文学の中に記録されていた。この結婚の重要性はその例外性によって生じている。王室間の結婚という事象は、 イスラーム史においては稀である。花嫁の実家からの持参金という概念も、同様に、イスラームの結婚にはなく、花婿が花嫁に送るマフル、または新郎かその家族が、花嫁の実家に送る婚紙が慣例であった。その治世中に、アフマドブントゥールーンは、トゥールーン朝の陸軍と海軍を作り上げた。870年に、パレスチナで、総督イーサー。 ブンアルシャーが反乱を起こしたことによって、自律的な軍事力を確立する必要性が明らかとなった。このため、アフマド・ブントゥルーンは大規模な奴隷軍団を組織した。その総兵力は自由身分、アラブ人が7000人、グラーム兵士が24000人、黒人奴隷兵士が45000人であったという。フマーラ・ワイフは多民族的陸軍を持つという父の政策を継続した。 事実として、彼の部位は、黒人のスーダン兵とギリシア人傭兵、そして、トルキスタンから来た、新たな軍隊によって強化されていた。アフマド・ブントゥルーンは、トゥルーン家周辺を警護する精鋭部隊を創設した。これらが、トゥールーン軍の中核を形成し、その周囲に、他の、より大きな連隊が作られた。これらの軍隊は、アフマド・ブントゥルーンの治世中には、 アフガニスタンのグール地方から、そしてフマーラワイフの地勢には、地元のアラブ人からなったと言われている。871年の式典で、アフマド・ブントゥルーンは、自分の軍隊にかれ、個人に対する忠誠を誓わせた。にもかかわらず、883年には最も好意の、将軍、ルールーが、アッパースアさえ亡命するという事件があった。アフマド・ブントゥルーンは、 その生涯を通じて、軍隊の中誠の維持にあたって尽きることのないこの種の問題に直面し続けた。フマーラワイフも、また、アルムフと呼ばれる精鋭部隊を創設した。この部隊は、ナイルデルタ東方の荒々しいベドウィンによって構成された。これらの部族民に特権を与え優秀で忠実な護衛に変えることにより、エジプトとシリアの地域に平和がもたらされた。 彼はまた、この戦略的に重要な地方に対する支配権を再度主張した。この連帯には1000人のスーダンの現地民も含まれていた。アフマド・ブントゥールーンの治世中、エジプト経済は繁栄の中にあった。ナイル川の氾濫水位が高かったことの恩恵を受け、農業生産も高水準にあった。別の産業、特に繊維産業も繁栄した。統治に際し、 アフマドブントゥールーンは、バグダードのアッバース朝政府に税金を支払うことを拒否し、自らの自治権を主張した。彼はまた行政機構を再編し、商人のコミュニティと補償を合わせ、税制を変更した。トゥールン朝の下で、農業インフラもまた修繕された。生産、投資、地中海全域における商業への参加での鍵となった、分野は、繊維産業。 特に理念であった。トゥールーン朝時代に金融を司さどった官僚は、あるマッドハラ相手の人物によって引きられていた。870年から872年の間、アフマドブン・トゥールーンは、エジプトの財務管理についてより大きな権限を主張した。871年、ハラージュを管理下に置き、シリアのサガーでも同様の処置を取った。彼はまた、財務長官で、 アッパース朝の官僚エリートの一人であったイブン・アルムダッビルに勝利した。アッパース朝の事実上の君主であったアルムワッファクはアフマド・ブントゥルーンの財政支配に悩まされていた。アルムワッファクは残寿の乱に対する戦費のためにエジプトからの収入を確保することを望んでいた。資金調達の必要が差し迫っていたことでとても豊かなエジプトにバグダードの関心が向けられた。 この状況によって、アルムワフファクが要求した資金を供出しなかったことを、契機に、877年初頭、アフマド・ブントゥルーンを排除するための軍隊が派遣された。軍の派兵にもかかわらず、アフマド・ブントゥルーンは少なくとも二度、贈り物を添えて収益から相当の金額を、アッパース町の中央政府に送金した。アフマド・ブントゥルーンの息子、 フマーラワイフの時代、アッパース長は、正式に、トゥールーン長と条約を締結した。この条約によって、敵対関係は終結し、トゥールーン朝から、アッパース朝への効能の支払いが再開された。財務に関する条項は886年のアルームアフファクトの最初の条約で作られた。 アルムワッファクの子、アルムートの第二の条約によって、最初の条約における政治的文言が再確認された。規定では、トゥールーン朝は、毎年30万ディナールを支払うことになっていた。エジプトにおける、トゥールーン朝の行政は、複数の特筆すべき特徴を持っていた。その形態は、高度に、中央集権的で、権力の行使において、非常であった。 トゥールン朝の政権はまた、エジプトの商業的、宗教的、社会的なエリートたちによって支えられていた。全体としてこの政権は強力な商人のコミュニティの、財政的、外交的支援に依存していた。例えば、エジプトの商業コミュニティの指導的人物であったマ、マ・ール・アル・ジェイ・アワーレイは、アフマド・ブントゥルールンに、資本家として仕えた。トゥールン朝の政権はまた、 政治的安定を維持することで、経済的な繁栄を続けた。これはエジプトにとって不可欠であった。上、エジプトにおける孤立した、コプト人とアラブの遊牧民の諸反乱は、王朝の権力にとって、脅威となることはなく、これらは、実際にはより能率的なトゥールーン朝の、財務観光に対する反応であった。経済はトゥールーン朝以前と、トゥールーン朝時代の間に導入された。 改革双方によって強化されていた。これらによって、税の査定と収集のシステムに変更が加えられていた。また、徴税受け負いの利用も拡大した。これはこの時代の新興土地保有エリートの源泉であった。アフマドブントゥルーンの農地、行政の改革によって、従税にもかかわらず農民たちが熱心に土地を耕す、要労働意欲を向上された。彼はまた、 政府管理たちが個人的な利得を要求することをやめさせた。アフマド・ブントゥルン島地下の政権の最後の特徴の一つはバグダードへ収入の大部分を流出させるという慣行を取りやめたことであった。代わって彼はエジプトの地方に利益をもたらすための計画を作り始めた。フマーラ・ワイフは父から安定した政治と豊かな経済を継承した。 若きフマーラワイフが地位を継承したとき、王の金庫には100万ディナールの富があった。フマーラワイフが896年に殺害されたとき、この金庫は空になっており、ディナールの価値は3分の1に下落していた。この財政的な悲劇は、部分的には、彼の贅沢が原因であったが、同時に、忠誠心を得るために富をばらまいたことも、原因であった。 クマーラワイフは、父と異なり、贅沢の中で過ごした。例えば彼は、娘のカトルアルナダーが892年に、アッパース町のカリフ、アルムーと結婚する際に40万から100万、ディナールという途方もない持産金を与えた。これは一部の学者によって、トゥールーン長の財政を悪化させようとした、アッパース町による策略であるという推測がされている。 ありがとうございます。